そうそうそう、冗談なんですけど僕は出たいです俺は出たいぞ鬼滅の刃俺も出たいぞちょっとさ、次のメールさ、声優力使って読んでこよう。もしかしたら、もしかしたらね、集英社の人が聞いてるかもしれないし、何か間違って、いい声出してこよう。なるほどね。どこを狙っていくかですよね。そうだね。うん、あれちょっと悪そうな感じの。続いて読ませていただきます。はい、村白ネームリッカさんからいただきました。あざっす。ありがとうございます。村瀬さん、八代くん、スタッフの皆さん、こんばんは。初メールです。あ、ありがとう、こんばんは。マジで、あざっす私はラジオを聞くことが趣味で、週に20番組ほど聞いております。あら、すごい。すげえ。正直この番組はラジオを聞きながら寝落ちして起きた時に偶然聞いて知りました。はい。たくさんのコーナーの中で、たくさまのコーナーの、いや、読み間違えてんじゃん。鼻水が出ました。鼻水が出ました。大変失礼で、お聞き苦しいところ。すいません。たくさまのコーナー中に聞いたので、最初は、あれ八代君どうしたという感じでした。ちょっと待って待って待って、はいはい、大丈夫。それだとタスクになっちゃうんだ。多分鬼滅のお声掛けされるのが。そっか。タスクになっちゃうんだよね。ちょっとまずいな、これ。あの別の方向で行こうよ。そうですね。うん。最初はあれ、八代くんどうしたという感じでした。よくよく聞いていくと、お二人の中身のあるようでない話を聞くことが楽しく、今でも時々聞いております。これからもお二人のトークを楽しみにしております。推進でっか声。私はお二人のファンではなく、内田雄馬さんと斉藤相馬さんのファンです。あ、もうどっか行けよお前ですが、ですが、この番組は面白いので、これからもリスナーとして聞き続けます。最後聞こえねえんだよ。夢でございました。いや、俺ら多分もう鬼滅呼ばれることないわ、ないわ。まあ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 、まあ、でもなんかこうね、あの集英社の編集部の方とかは聞いてくださらないかもしれないけど、こうやってあの斉藤相馬と内田雄馬が好きでも聞いてくれてるっていうのがね、嬉しいですよ。本当に一重に嬉しい。ありがとうございます、うん、あの本当に帰れなんて言ったけど帰らないで本当にお願いしますお願いします、はい。